特にニムちゃんの気合がすごかったよ。悔しいけど圧倒されちゃった。あたいたちもうかうかしてられないよ。さっさとこの世界から脱出してヨーマをぶっ飛ばしてやんないとね。エリ様がこの世界に私たちを呼び寄せた真意について。バッチャンの真意？この世界に私たちを閉じ込めて忍びの盆踊りを通して忍び学生同士を。まだそんなこと気にしているのか。そんなの分かりきってるじゃねえか。あたいたちの中で誰が一番強いかを確かめたいのさ。それならそれなら言われてみればそう。本当にそうか。本当にそうか。ギリギリの真剣勝負、勝った方が負けた方の命を取る。そうですね。私はそうですね。ひばりもだよ。はるかさんをひばりもだよ。俺たちはあいつらと親しくなりすぎた。確かにな。ただあんな妖魔を見せられたら本気でやるしか。私たちを真剣に戦わせて鍛えるための。おそらくな。さゆりは俺たち。でもそれっておかしい。どうして？それはホムラちゃんたちと戦えばわかる。お、アスカ、いい。お、アスカ、行くぞみんな。行くぞみんな。あいつら相手に小難しい作戦はなしだ。正面から突っ込んで全力をぶつけようぜ。毎週だぜ。どっからでもかかってこい。ほらよ、100年生突破。これでどうだ。これでどうだ。200年生突破。みなぎるぜ。300年生突破。これでどうだ。ほらよ、ほら、くわえ、くわえ、これでどうだ。はわっ、せや、はわっ、はわっ、おら、しゃ、おら。Shit!
これでどうだ。